嘘やろ、赤ちゃんトラウマなるぞ、こんなん待ってくれよ、拳でいけるか、警察に通報する、いやこれは通報されるやろ、開いたん、これでやるな、うおー、マサト、マサト爆弾、ほれほれ、ここえ、なんか冷えてない、クール瓶やん、え、おい、え、おい、大丈夫かよ、しっかりしてろ、いやもうまず病院行こうぜ、早く、え、どけー、え、赤ん坊を抱えて俺は病院に駆け込んだ、するとマサトを見てくれた医者は低体温症による、それでマサトはそうなったんか、なるほど、その時からあの日は寒い夜だった、冷えやったんや、ナトコも、いや1分でも早く俺が抱きしめてれば後遺症を免れた可能性があったらしい、おやすさんのせいじゃないっすよ、だってそんなの仕方なかったじゃないですか、イチ、マサトのことを、いやだからあんなにいっぱい手かけてんねん な、 そ、 んなそらそうなるよな、これは茜とはそれぎりだった、茜ちゃん死んだんかな、あいつは馴染みのスナックに逃げ込んだが、そこにも手が回ってた、氷川興産に連れ去られて殺された、やば、やっぱヤクザならんとこ、病院に運び込んでた頃にな、氷川興産の組長と組員の何人かはそれから何日も死ねうちにこの町から、なんでなんで組潰れたんや、組は潰れたよ、それってもしかして大家さんが、いや何でもありません、長話に付き合わせしまったなだがお前にはいずれ話しとこうと思ってた、当世のとはいえお前も俺の息子だ、そんな俺なんかなろうとしてたんですねしけた話はこれまでだ、さあとっとと飯を食いに行くぞ、ああヤクザね、腹立てる、うん、そうそうそう、はい、将来の夢、小学校の時のあのでっかい紙に将来の夢ヤクザって書いてたもん、カタカナちゃうで、アルファベットでヤクザライクはドラゴンって書いてたから、せっかく一から王様の称号を授かったことだ、今夜は中華の王様でも食うか、これはデジャブだ、料理のやば、あ、餃子っすか、おいこれデジャブやんけ、これ冒頭のムービーで、え、北京ダックだ、冒頭のムービーやないかこれ、北京ダックってアヒル、え、これ組長殺されんじゃん、この感じ、めちゃくちゃフラグやねんけど、アヒルを丸焼きにするんだ、焦がさねえように慎重にな、やばいやばいやばい、え、でも、うん、パリッパリに焼けた皮の部分だけだ、うまそう、パリッパリって言い方うまそう、亀色になった皮を削いで薬味と一緒に生地に巻いていく、それとヤクザライクアドラゴン、ごめん、ヤクザライトアドラゴンちゃう、甘辛いタレが口いっぱいに広がる、ねえ、あ、ごまんごまん、ズリさん、これちょ、組長殺されるパターンやん、完全に組長死ぬぞこれ、多分中国でも昔は宮廷でしか食えなかったって、北京ダックの説明もうこれ以上いらんて、中華の王様で間違いないっすよ、北京ダックの話もうええて、行こう、よし、じゃあカムロ町で北京ダックが食える店を探さねえとな、いや行ってもええねんけどさ、どうすんのよこれ、うっす、絶対見つけてみせますよ、北京ダック食ったら組長殺されるんちゃうの、俺絶対死んじゃうやん、どうすんのやろ、でもこれ組長死んだら冒頭のムービーの意味がわからなくなってくんねんけどな、組長この女も連れて行きましょう、北京ダックの店を探せ、これ走ったら組長ついてくるのかな、走って
悪組長はやっぱ俺は走らねえ、歩く、走る組長ちゃんと走るんや、えらい、プレイヤーのこと考えてるわ。組長走ってんのなんか嫌やな。お父さん、組長のお父さんが死んだんよ。だからでも今北京ダックの話するってことはフラグなんかなと思って、組長も殺されるフラグなんかなっていう。本日の営業は終了いたしました。ヘアローチャー。マジかよ、めっちゃショック受けてるお前ガスが一番、お前もうちょっとだけ賢なろ、あとちょっとでいい、ここ叫んでも意味ないの分かるやん。あとちょっとで新年を迎えようって時間だ。従業員だって家で年越ししてえだろ。そらそうやな。でもかわいすぎる、ま、ガスが一番がかわいすぎる。約束だ。あざっす。えずっす。待ってろよ、北京だ。こいつめっちゃかわいいやん笑、そら笑われるよ何のポーズ今の右つねのポーズ、いい年越ししろよ、ご両に。うわ、こいつ陽気なおっさんやな。お前一番、前から言ってんだろ。はい、何？すみません。何を？外でヘラヘラ笑うのはやめろ。なんで？極道が歯見せで笑うのは家族の前か、相当やべえ時だけですよね。え、でも可愛いで、カスが。ああ、ヤクザは顔で生きてんだ。あ、そうなん、知らんかったわ。そうなんや。北京ダックはお預けってことで、いつものおでん屋にでも行くか。いいね、おでん似合いそうやね。でもこれ北京ダック次行くとき誰か死ぬときやと俺思ってんねんな。どうした一、クソでも漏れそうなのか。うるせえフラグ。だってさ、冒頭のムービーで北京ダック食ってこの組長のお父さん撃ち殺されたんやよ。たまには家の手伝いしてんのか。北京ダックイコール死のフラグなんかなっていう、このゲーム的には。全く大切にしろよ、自分が生まれ育った場所なんだ。いや、そうやけど、ソープで生まれたんやろこの子。こんなとこで生まれ育ったっつうのも特殊すぎて。マジで特殊よな。だって本籍がソープ。どんな形であれ家は。免許証にソープって書くやで。なくなっちまえば二度と帰れねえんだぞ。めっちゃピュアじゃないこいつ。境遇えぐいのに。だって俺ソープランドで生まれたらもう一回母体なんか戻るもん。絶対間違えましたって言って。23年前の1月1日。俺はこのソープランドの浴室で生まれたらしい。やばいよなこれ。っていうか、妊婦をソープランドにさ、働かすなよ。どういう発想してんねん。ソープ場だったお袋は、出産直後に俺を置いて消えた。ええ。てな話は、だいぶ後になって父ちゃん。あ、父ちゃんって呼んでんねや、もう。父ちゃんって言っても血のつながりはねえ。俺を引き取ってくれたソープの店長だ。実の父親については一切聞かされてねえが。どうせ行きずりの客だろう。まっすぐ育ったね。誰か一番を見てくれ。ほらおいで一番。すごくエッチだ。待って、私が抱っこする。とんでもないよな境遇。この町の奴らに育てられた。あのおばちゃん、そういうことやったんや。この子たち、この子たちって言えるわ今なら。なるほどな。だから言うこと聞いてあげるんや、便所のスッポン持ってきてとか言って言われても。世間じゃクズって呼ばれてるような連中が俺の親代わりでして。なるほど、意味が分かった、そういうことか。じゃあ俺もそのクズの一人ってわけか。おやっさんは違います。おやっさんは俺にとっては憧れ。もうええってお前。神様みたいなもんっす何が精通を生やすよね。そら生やすやけど、王様じゃなくてハーレム羨ま。でもハーレムって言っても王冠代わりやから、これ逆に性癖おかしなりそうやな。おでんって言うな。おでんと呼ぶな。おでんっていう3文字使うな。おでんとスイカって言ったらあかんから、うちの配信。おでんとスイカ禁止やからね。荒川のおやっさんと出会ったのは俺が中学を出た頃だった。育ての父ちゃんが死んで以来、俺は高校にも行かず、あてもなく生きてた。金のために誰かで構わず喧嘩吹っかける毎日。まあそら荒れるよな。そんなどうしようもねえバカには天罰ってのが下る。この時のカスが嫌い。その日俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだ。おでんリングね。
俺はヤクザの事務所に監禁され、返しと呼ばれる強烈な復讐を食らった。このままじゃ殺される。俺は助かりたい一心でその名前を口にし、荒川組。荒川組、俺を殺したらあの荒川が黙ってねえぞ。こんなパチコいたんよ。当時荒川組といえば殺しの荒川組で鳴らす武闘派組織だ。ヤクザに興味のねえ俺でさえ耳にしたことのある名前だ。それをちらつかせれば、そんな信じるか？で俺を殺せないはず。お前荒川んとこのもんなのか？俺の朝眉毛細っ。平安貴族や。よりによって。ああ終わりや。終わりですよ、こんなもん。状況的に。おたくんとこのガキがうちの組員を半殺しにしてくれてな。え、もうバラバラにされんじゃん、こんな。春が一番ってガキだ。今うちで柄を抑えて。バラバラにされて世界中に運ばれるよ、こんな。ドラゴンボールみたいに。荒川の組長がじきじきに取りに来い。めちゃくちゃやばいことになってるやん。こともねえ、荒川なんて男が見ず知らずの俺を助けに来るわけがねえ。どころかよ、名前語ったから殺される可能性すらあるよな。もうやっちまいませんか、兄貴。そんなガキ一人のために荒川が出張っちゃきませんよ。殺しの荒川は身内にも冷酷ってわけか。ああ、なんで来てくれるん？かっこいい。待たせたな。ガキ相手の。ちょっと待って、おい、かっこよすぎるって何これ。アンパンマン来た時ぐらいの安心感あんねんけど。どこだ？アンパンマンが来てデーデーレデッテッテって言ったぐらいの安心感ある。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれた。どうけじめつけるってんだ。一人で来たん？じゃあ指一本でどうだ。なんでそんなしてくれるん？なんでそんなことしてくれるん？意味わからん。なんでそんなことしてくれるん？借りるぜ。どういうこと。意味がわからん。なんでそんなしてくれるの？うわー、余裕で指取った。こいつらにとって恋人ってなんなん？飾り。るぞ、クソガキ。かっこええー、ついてきます、兄貴。これはついてきます、兄貴。これはついていくわ。兄貴、助けてもらってありがとう。そらそうなる。それで済むなら、それで済んだら全然 OK。 お前のために指落としたわけじゃねえんだ。そうなん？ヤクザってのはよ、顔と看板で商売してんだ。このタイミングでコントローラーの接続が切れるな。絶対に今だけは切れるな、絶対。それが何より大事なんだ。あの場でお前を返してくださいなんて頭を下げちまったらどうなる。荒川組の看板が下がっちまう。てかそんなガキ知らねえで終わりちゃう。ヤクザは一度でも弱いとこ見せたらしまいだ。あの場でけじめつけるにはこうする方がなかったってだけだ。ねえ、兄貴かっこよすぎんねんけど。でも俺のことなんか知らないって放っておいた。いや、そうよ兄貴。どうしてアホみたいやな今の。どうして俺を知ってたガキの前でカッコつけたかった。そういうことか。まあ指ないからね、ボタン押されへんわ。その瞬間俺の人生はこの人に向けて伸びる。そらそうやわ、一生ついていくわ。こんなすぐの道になった。一生ついていくよな、こんな。命救ってもらったし、何よりカッコよすぎるって。あ、さっきのやつらや。あれ違うわ、ごめん。ねえ、全部カッコいい、このおっさん。組長、そらそうなるよな。またてめえか。え、うう、ヤクザキック。何度言ったらわかるんだ。ガキにやる杯はねえんだよ。構うな、ジョー。それでも俺、杯をもらうために事務所の前に立ち続けた。まあね、そうなるよね、あれは。炎天下の中も1年ぐらいやったやん。まあでもそれぐらいビビってくるよな、あれは。あれはビビってくるで。お疲れ様です、組長。息子だ。誰こいつ、親父の知り合い。ふてぶてしの。先に上がってなさい、マサト君。
ヤクザなんかになろうとするんじゃねえ。お前の父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ。俺には親父とお袋もいません。そうね、おらんもんな、ほんまに。育ててくれた養父は去年死にました。ああ、そういうことは今の。うわ、語られたな。背中で背中で語られたの、はい、初めて見た背中で語ってる男、ほんまに。それはおやっさんに語られた。100日目の。すごい。ちょうど100日なんや、おやっさん。ワニみたいやね。100日後に死ぬ。